今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、パイレーツ衝撃の現在でございます。パイレーツって、グラビアアイドルのパイレーツかしら？お笑い芸人も兼任してた珍しいグラビアアイドルだったわよね。セクシーな漫才芸で大ブレイクしてたよな。今回は二人のプロフィールも合わせて紹介します。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。パイレーツは浅田芳美さんと西本遥さんの二人で結成された、グラビアアイドルとお笑い芸人の折衷型のタレントです。その二つの職業を兼任してる人ってなかなかいないわ。浅田さんは1979年8月26日、東京都千代田区に三姉妹の末っ子として生まれ、3歳で神奈川県鎌倉市に移り住みました。鎌倉市といえばしらすやわかめなんかが有名だぜ。浅田さんはお嬢様学校として有名な湘南白百合学園に入学していますが、高校2年生の時に芸能界に入ったのを機に神奈川総合高等学校に転校しています。あら、湘南白百合学園も神奈川県の学校よね？なんでわざわざ転校したのかしら？神奈川総合高等学校は個人の自主性が尊重される自由な校風ですので、芸能活動を行うのに都合が良かったのですよ。転校してでも芸能活動をしようって決意したってことだな。中学時代にイタリアに短期留学を経験していますが、その頃にはすでにティーンズメモリアルなどに出演しています。一時は湘南白百合学園に通いながら芸能活動してたのね。そんな浅田さんですが、実は実家がお金持ちなのではないか？という噂もありますね。鎌倉といえばセレブ御用達の住宅街だし、お嬢様学校に入学しているし、中学時代に短期留学の経験までしてるなら、そういう噂が立つのも納得だぜ。1996年にはチキンラーメンの CM に出演、映画狙われた学園にも出演し女優デビュー、さらに初めてのレギュラー番組を持つなどしています。パイレーツになる前からいろんな活躍をしていたのは知らなかったわ。西本遥さんは1978年4月21日に東京都西多摩郡で生まれました。浅田さんの方が一つ年下だったのか。二人とも東京生まれなんだな。西本さんは1989年に女優を目指し劇団東海に入団し、1992年には第6回全日本国民的美少女コンテストの本戦に出場を果たします。コンテストの本戦に出場できるほどの美少女だったということね。しかしそれ以降は目立った活躍がありません。そして1997年4月には、事務所の社長の命令で浅田さんとパイレーツを結成することになりました。浅田さんも西本さんも、ここまで全くお笑いのエピソードなんてなかったのに随分突然だぜ。この時期にお笑い芸人としてデビューしたのであれば出演する番組といえば何か、わかりますか？1990年代の若手芸人といえば、やっぱりボキャブラ天国じゃないかしら。その通りです。当時若手お笑い芸人の登竜門とも言われていたバラエティ番組、ボキャブラ天国は爆笑問題やネプチューン、カイジャリ水曜だった頃のクリームシチューなど、多くの芸人たちが出演しました。今となってはそうそうたる顔ぶれって感じだな。パイレーツは、まずはネタを披露して、最後に胸をぐっと寄せて谷間を強調し、ダッチューノで締めるというのが一連の芸の流れです。ダッチューノって漫才のネタだったのね。ダッチューノは1998年度の新語・流行語大賞を受賞し、さらに翌年の1999年にはゴールデンアロー賞の話題賞を受賞しました。当時は大ブームだったのを覚えてる人も多いんじゃないか？パイレーツの知名度と人気は凄まじく、お笑い芸人としてデビューしてわずか数年で、レギュラー番組を10本以上抱える売れっ子となります。そんなに人気があったの？やっぱり色気があるっていうのはそれだけで武器になるってことなのかしら。しかしその一方で、お笑い芸人としての評価は芳しくありませんでした。ボキャブラ天国では30点満点でネタを採点されるのですが、パイレーツはいつも10点台。それを下回ることも珍しくなかったのです。芸人としては全然面白くないのに、めちゃくちゃ売れている状態だったってことだな。今でもたまに見かけるぜ、そういう芸人。爆笑問題の田中裕二さんや土屋輝之さんによると、周囲の芸人は彼女らのことをお笑い芸人としてはみなしていなかったのだとか。一緒にお笑い番組に出演した仲なのに、どうして？ボキャブラ天国に出演したメンバーで営業に行った際、パイレーツの二人はピンクレディーの歌をカラオケで歌ったり、ずっと胸の谷間を見せるだけでネタらしいネタを披露しなかったようですね。お笑い芸人というより、ガールズバーで働いてるみたいだぜ。それでも売れてるならいいんじゃない？西本さんはそうは思わなかったようです。
2001年9月、西本さんが女優を目指すという理由でパイレーツは解散することになりました。女優になりたいって言って東廃に入団したんだもんな。夢を追い続けるというのも一つの選択肢だぜ。それじゃパイレーツとして活動していたのは、1997年から2001年までの4年間ってことよね。もっと長い間活躍していたイメージだったけど、意外と短くてびっくりしたわ。それだけ記憶に残るコンビだったってことじゃないか？解散については、浅田さんと西本さんの不仲が原因ではないかという説が流れることもありましたが、あくまで西本さんが女優を目指したことが原因であり、現在も交流はあるようです。今では疎遠になっている、ということはないのね。パイレーツが解散したのとほぼ同時に事務所を移籍した浅田さんは翌年2002年の1月、同事務所に所属している上さやかさんと共に新生パイレーツを結成しました。ソロ活動をしたわけではなかったんだな。新生パイレーツはお笑い路線から退き、代名詞でもあっただっちゅうのも封印します。純粋なグラビアアイドルとして活動を始めたってこと？そうですね。しかし、お笑いから離れた新生パイレーツはあまり人気が出ることはありませんでした。数年は活動していましたが、2004年には解散することになってしまいます。お笑い芸人としての評価は高くなかったのに、芸人じゃなくなったら人気が下がってしまうなんて皮肉な話だぜ。浅田さんと西本さんとの相性が特に良かったってことかもしれないわよ。新生パイレーツ解散後の浅田さんは、解散したのと同じ年の7月に、有限会社ネルーを設立しました。東京都中央区に本社を置くアクセサリーブランド運営会社であり、芸能プロダクションでもあります。アクセサリーの販売とは、また全然違う仕事を始めたんだな。2007年春には自身の公式ブログにて、川崎市の精密機械会社に勤務する、一般男性との結婚を発表し、同年7月21日に都内で結婚披露宴を行いました。新生パイレーツは成功しなかったけど、会社を立ち上げて結婚もして、まさしく順風満帆って感じね。入籍自体は2007年の元旦であった浅田さんは11月12日に男児を出産していますが、妊娠中に撮影された主演映画、ベイビーズブレス、ママになろうよの入浴シーンも話題になります。浅田さんも女優デビューしたのか。その他にも、エコー映像での生まれる前の親子共演も果たし話題になりました。生まれる前にテレビ出演なんて、面白い話だわ。2009年には運営していた公式ブログのアクセス数が1日平均200万を超えています。2000年代後半はブログが流行っていたが、1日200万人が見ているなんてすごいぜ。そのブログブームの先駆けとなったのが浅田さんだと言われていますね。爆発的なブログブームの先駆けになったのが、あのパイレーツのメンバーだったなんて。2011年には補正インナー、ジュクスボーテパーフェクトスリムシェイプをプロデュースします。24時間で2000枚以上を売り上げる大ヒットとなり、これに続いてトリプルリフトブラを発売しました。アクセサリーに、赤ちゃんとの共演の次は下着の発売か。幅広い仕事をしているな。この下着は各所で話題になり、王様のブランチをはじめとする、テレビ番組に商品プロデューサーとして出演しています。グラビア、お笑い、女優の次はプロデューサー？いろんな肩書きでテレビに出ているわね。その後も様々なブランドとコラボし、ルームウェア、エプロン、サウナスーツ、ブランケット、ボディクリーム、サプリメントなどのプロデュースを行いました。新パイレーツ以外の全ての仕事で成功していると言ってもいいんじゃないか？2012年には第2子となる長女を出産し、同年にはセブン&アイが出版するサイトにて、浅田さんがレシピを考案する浅田よしみ離乳食日記、浅田よしみ親子ご飯の連載もスタートします。出産はそれだけでとんでもない体力を使うのに、浅田さんのバイタリティはすごいわ。2015年にはクックパッド浅田よしみ公式キッチンを開設しました。2017年には新ブランドを立ち上げ、オリジナルの美濃焼きを作ったり、テーブルウェアを中心に生活雑貨の販売もスタートしました。会社を経営して、結婚して、出産して、女優にママタレ、ブログもやって、目が回るほど忙しいな。グラビアアイドルとしては成功しなかったけど、会社を経営したりするのには向いていたってことかもしれないわね。浅田さんは今でもブログを更新していますし、インスタグラムでもお子様たちとの幸せそうな生活を見ることができますよ。今でも大活躍中みたいで何よりだぜ。西本さんの方はどうなっているのかしら？2001年、女優となる夢を捨てきれずにパイレーツを脱退した西本さんは、脱退後は舞台やグラビアなどを中心に活動していました。浅田さんも新パイレーツになってからはお笑い芸人はやっていないし、お笑い芸人は二人とも本意ではなかったのかもしれないな。
西本さんは2006年の公開映画闇の中で話題になります。西本さんも映画に出演しているのね。この映画では西本さんがベッドシーンを演じたことで話題になったのですよ。だっちゅうので胸の谷間を見せるのは日常だったかもしれないが、ベッドシーンも解禁したってことか。西本さんの過激なベッドシーン目当てで視聴する人は多かったのですが、闇の中のストーリー自体はあまり高い評価を得ることはできませんでした。脚本が良くなかったのは西本さんにはどうしようもないわ。その後しばらく目立った活躍のなかった西本さんですが、2012年、またも世の男性をざわつかせます。男性をざわつかせる？一体何をしたって言うんだ？芸能人専門のレーベル無敵からドンと有能西本遥かというタイトルでセクシービデオデビューをしたのですよ。ドンと有能？ああ、だっちゅうのってこと？活躍できなかった女優がセクシービデオデビューするって話もたまに聞くよな。しかし、このビデオに対する世間の男性の評価ははっきり言って最低でした。何がそんなにダメだったの？ファンの男性が期待する過激さが全くなかったことが原因でしょう。販売サイトのレビューでも、何十年前のセクシービデオを思わせる作品、300円でも割高。セクシービデオを舐め切ってる。女優が今の自分の置かれてる立場を分かってない。大外れで、お金の無駄遣いになってしまった。といった低評価が並んでいます。それだけ多くの人が期待していたってことだけど、期待に応えることができなかったのか。芸能活動では芽が出なかった西本さんは、2017年に、元グラビアアイドルの友人が経営しているガールズバーで働き出したんだとか。新しい仕事を始めたのね。西本さんがガールズバーで働いていることは週刊誌などでも報じられ、大きな話題になりました。西本さんがガールズバーで働いていることが、どうしてそんな大きな話題になるんだ？この頃には元相方の浅田さんが結婚して出産も経験、会社の経営も非常に順調であったことから、パイレーツの二人の間には大きな格差がある、として話題になったのです。いわゆるコンビ格差が注目されたってことかしら？コンビを解消してもそういうことがあるのね。西本さんは2018年、関東圏で販売料やリサイクル料などを手掛ける、実業家の男性と交際していることを明らかにしました。今は幸せにやっているってことか。西本さんはその交際相手の事業を手伝っているようですね。どんな仕事をやっているのかしら？古着の販売や古い家電のリサイクル業務を手伝っていますね。最近は亡くなった方の部屋を片付けたり、契約書や登記書を探して遺品やゴミを分別する、遺品整理の仕事を手伝っています。結構重労働で大変な仕事だぜ。そうですね。重労働ゆえに男性の従業員が多い職場ではあるのですが、西本さんは記念品を大事にするなど女性的な視点で遺品の整理を行うので、遺族の方からの評判はとても良いのです。大切な思い出を尊重してくれると、遺族も嬉しいわよね。浅田さんが大成功している一方でセクシービデオに出演したりしていることから、世間では格差があると言われていますが、西本さんは芸能活動と並行して、恋人の事業を手伝う生活で満たされているようですね。本人が充実しているならそれが一番いいことだよな。これで本日の紹介は以上です。いかがでしたか？あのパイレーツが4年くらいしか活動していなかったのも意外だったけど、何より浅田さんがすごくいろんなことで成功していてびっくりしたわ。西本さんも女優としては花開かなかったようだが、幸せな生活をしているようでよかったぜ。だっちゅうので一世を風靡したパイレーツですが、解散後はそれぞれ全く違う道を進んでいることがわかりましたね。本当に大切なのは格差にとらわれることではなく、自分が幸せかどうかであることが分かったと言えるのではないでしょうか。本日も閉店させていただきます。ミルでした。